ですね。ありがとうございます。ですね、私たち初めて博多にやってくることができました。さあ、日本で一番新しい団体、俺たちグレートのスタイリッシュで疾走感のある、そういうプロレスを今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。林さん、何を中途半端なマイクしてんすか。いきますよ。福岡盛り上がってますか。全然元気足りませんね。僕ね、博多着いてこの会場来るまでにラーメン2軒はしごしてきたんですよ。今めちゃくちゃ元気あるんで、僕より元気のいい拍手をお願いしますよ。いきますよ。博多盛り上がってますか。もう一回いきます。博多盛り上がってますか。いいね、博多。この調子で第1試合もこの若手2人が盛り上げてくれるんで、ゆう頼むぞ。よし、皆さんはじめまして、グレートの飯塚優です。よし、オープニングマッチ絶対勝って勝利のラーメン、この後食べに行こうと思うので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。お願いします。こんにちは。このマイクの後何喋ればいいんだおい。僕からは一言、バンバン写真撮って、写真撮って、写真撮って、ツイッター、インスタ、SNS にハッシュタググレートをつけて、今写真のチャンスですよ。この時間止まってますから、バンバン写真撮って。ああ、携帯を持ち出してくれてるな。別に煽ってないのに携帯を出してくれてる皆さん優しい。ハッシュタグ GLEAT をつけてバンバンツイートして、この福岡大会終わったら次の福岡大会につなげて、皆さんと一緒にグレートしていきましょう。よろしくお願いします。それでは第1試合を始めるので、カズさんよろしくお願いします。ですね、ただいま、グレート G プロレスリングでは、ストロングハーツ、そしてバルコオーケストラ、2つの、ユニットが暴れ回って大活躍をしています。私たちこのチームもね、絶対負けたくないんで、皆さん私たちの疾走感ある、そしてスタイリッシュなプロレスを楽しみにして、そしてみんなで一緒にグレートしようぜ。ただいまより第1試合を行います。オーケストラ 185cm105kg KAZMA SAKAMOTO 170cm110kg クワイエットストーン。次にミスタースーCome on, boy! Come on! 試合時間5分経過、5分経過、5 minutes past。間10分経過、10分経過、10ミニッツパース。10分43秒、勝者KAZMA SAKAMOTO。俺たちの勝ちだ。そして今世紀最高のガチムチバディ集団バルクオーケストラ福岡初上陸だ。いきなり来るね。はあ、おい、川上リーダーの言う通り、KAZMAストームのコールド勝ちだ。おい、ビッグアップ、まあ、ちょっと喋らして。今日のメインは俺とシマちゃんと川上リーダーの3人で組んで、おい、ストロングハーツの対決だ。おい、まあこの中にはちょっとだけストロングハーツ応援してるやつもいるかもしんねえけど、博多のお前らに伝えておくぞ。このグレートのG はガチムチの G だ。ありがとう、よく言った。おい、しもちゃん、今日も負けたんだよ。俺、おっしゃ、川上リーダー分かってますよ。俺は 12.8 の新宿でシーマとシングル決まってるけど、新宿まで引っ張らないぞ。今日この博多で俺がシーマからもう一本取ってやるからな。シマちゃん、よく言った。おい、どっかで聞いてんだろ。おい、シーマ、T-Hawk、リンダマン、おい、出てこいこの野郎。おい、ストロングハーツ。しに来たんだじゃねえよお前。お前が呼んだから来てやったんだろお前。おい、気を取り直していくぞ。福岡の皆さん、こんにちは。ストロングハーツがGLEAT所属になって初めて福岡に帰ってきたぞ。OKOKOK。このGLEAT初の福岡大会大成功させるために、もちろん俺たちストロングハーツ全勝で、さらにメインイベント、田村、川上、島谷、お前らからきっちり3つ奪い取って、この大会ハッピーエンドで締めさせてもらうからよ、みんな楽しみにしとけ。何よ、俺はな、福岡初上陸だからこそ勝つのは俺たちバルクオーケストラだ。なぜなら俺たちが今世紀最高峰のガチムチバディ集団バルクオーケストラだからだ。第1試合 G プロレスリング 3D マッチ20分一本勝負を行います。165cm、宮城美智子。道場エゴイストプロレス171センチ、大向かいみちこ。試合時間5分経過。時間10分経過、10分経過。13秒、勝者宮城美智子。175センチ、85キロ、田中実。試合時間5分経過。7分59秒、勝者田中実。試合、本日のセミファイナル G プロレスリングタッグマッチ、20分一本勝負を行います。ストロングハーツ 176cm82kg 鬼塚一世 180cm100kg 入江茂弘。赤コーナー 180cm95kg 伊藤孝則。170cm80kg カズハヤシ。試合時間5分経過。試合時間10分経過、10分経過。15分経過、15分経過。16分22秒、勝者伊藤孝則。88kg、T-Hawk 174cm、85kg、オーケストラ 157cm、70kg、島谷信弘。178センチ、103キロ、田村隼人。180センチ、100キロ、川上隆一。試合時間5分経過。して時間10分経過、10分経過。時間15分経過、15分経過。そちらまで広がってください。お下がりください。19分46秒、勝者エル・リンダマン。散やられたけどな、おい、俺たちが伊達に世界回ってきて、伊達に白馬くぐってきたわけじゃないぞ。おい、バルコ・オーケストラ、お前らとまだまだ戦いが続くだろうが、俺たちは引くわけにはいかねえからな、おい。何度でもお前ら叩き潰してやるよ。ほんとうるせえやつらだな、このストロングハーツは。おい、今日は負けたけどよ、次博多に帰ってくるときはまたバルクオーケストラが中心になって帰ってくるから、それまで楽しみにしとけよな、リーダー。俺たちが今世紀最高のガチムチバンディ集団バルクオーケストラだ。まあいろいろコロナとかいろいろありまして、ストロングハーツ勢ぞろいでこの福岡に来るのは1年以上ぶりです。皆さんありがとうございます。まあね、もう最初から最後まで僕がベラベラ喋っててもしょうがないんで、俺ストロングハーツメンバー全員これ喋った方がいいんじゃないですかね。どうですかお客さん。ご来場の皆様、今日はありがとうございました。僕はね、常々言ってるんですけど、僕は北海道出身です。でもこの福岡は北海道に匹敵、いやそれ以上に大好きな土地なんで、これからのグレートの発展には福岡は絶対に外れません。このままグレート、これからの声援よろしくお願いします。はい、ストロングハーツの入江茂弘です。自分は今いろんな団体、いろんなところで戦っていますが、ストロングハーツのメンバーということを誇りに持って背負って戦っています。またストロングハーツとしてこの福岡に帰ってきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。メインイベントで大暴れしてた田村隼人、そしてセミで僕に勝った伊藤孝則はグレートの僕の同世代です。同世代のあいつらに前に行かれて、そしてこうやってやられて、この痛い首の痛みに誓って次この博多に帰ってくるときはもっともっと俺がグレートして必ず帰ってきます。鬼塚、博多が好きか。大好きです。ほんまに博多が好きか。好きです。よかった、自信持っていてくれ。俺が次言いたいことがあるから自信持っていてくれ。鬼塚、博多が好きか。誰好きです。そんな鬼塚一成は阪神ファンです。いやでもいいじゃないですかねえ、一言ずつマイクして。鬼塚一成、2019年の12月ですか、上海の OW という団体でストロングハーツ帰ってきた時に試合したんですけど、その時はキックで顎の骨が折れてしまって3、4ヶ月欠場したんでしょ。3ヶ月欠場しました。これ終わったら救急車で運ばれてましたから、それ考えたら今ね、首なんかようわからん巻き物してるだけでよかったじゃない。ああ、マイクもしゃべれるようになって。いやでもね、T-Hawk も言ってましたけど、博多は本当に我々切っても切れない場所ですからね。T-Hawk は札幌出身なんですけどね、僕も大阪出身なんやけど、もう博多のことが好きやけん、ああ、ほぼ地元やと思った音。ああ、いやでも本当にこれ冗談抜きで、ストロングハーツもそうです。でもね、今まで入江選手もそうかも分からへん、他団体さんの試合に我々が出場させていただいて、この博多に帰っていくことができたんですけど、今回は違いますから。ストロングハーツ、我々のホームであるこのGLEATの団体としてこの博多で試合することができたんで、これは本当に感無量です。プロレス界にとって博多は絶対に切っても切れない場所でありますし、今回11月末になってGLEAT博多初上陸できましたけど、2022年もGLEAT博多に来てもいいですか。早い段階で社長にも話して、このGLEATという団体はストロングハーツだけじゃないんです。選手も全員そう、それから社長である鈴木博之ね、社長のツイッター見てもらったら分かる通り、一番激アツな男は、俺はGLEATでは社長やと思ってるんで、俺らも絶対負けるわけにいけへんし、まあバルクオーケストラ、ストロングハーツのライバルチームとしてやっていくのかも分かりませんけど、バルクオーケストラだけでもストロングハーツだけでもないんで、第1試合でKAZMA林たちがね、マイクしてくれた通り、GLEATは全員でGLEATですから。じゃあ今日はせっかく来てもらってるんで、初のGLEAT博多大会締めるために、カズさんとか伊藤とか飯塚、全員上がれる人はGLEATセーキングでも何でもいいです、リングに上がってください。みんなで締めましょう。本当にね、考えようによっちゃね、このコロナ禍真っただ中の7月に旗揚げする団体、頭おかしいです。ああ、でもね、頭おかしいからこそ非常識なもんがこのリング上で見せれると思いますんで、どうかこのGLEAT、そして G プロレスリングが日本のプロレス界の真ん中を走っていけるように、博多の皆さん力を貸してください。じゃあケツのケツはやっぱりカズさんに締めてもらいたいんで、あんまり喋るイメージないですけど、皆さん喋って。はい、言えないけど、どこでしょう。みんなGLEATしてるか。また必ず博多帰ってきますんで、その時は皆さんまた応援よろしくお願いします。それでは伊藤選手にマイクを渡します。次博多に帰ってくるときはGLEAT自体も大きく成長して、そしてこの俺伊藤孝則ももっと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 大きくなって帰ってくるんで、ぜひ応援してください。ありがとうございました。1本で今日あんなこと言っておいて、オープニングマッチ散々な結果になってしまったけど、このままじゃ終わりだい。俺が絶対前に出ていかないといけないって思ってるんで、絶対に強くなって強くなって戻ってきます。それまで少しの間待っててください。今日は本当にありがとうございました。よし、はいはい、今日は本当にありがとうございました。初ライブ、GLEAT皆さんいかがでしたか。やっぱね、僕もそうですし、シーマ選手もそうですし、いろいろこう世界を見渡してね、うちら本気で世界を代表する疾走感持ったプロレスリングにしようと思っていますので、言葉を選びながら話しているからです。分かっていただけたでしょうか。でもこの私のしゃべりは私の心を喉から通過することを考えながらこうしゃべっているわけで、本気の言葉でございます。だが一国道じゃないんだから、カズさんまだこれね、カズさんのしゃべりもこれある意味疾走感あるしゃべりということで、皆さんどうでしょうか。カズさんぶった切ってすいません、ちょっと我慢できなくなってしまいましたまあね、このマイクもまだまだ僕たち発展途上ですし、まあ、今回の福岡大会は全席完売、皆さんありがとうございます。今回全席完売、次回いや来年は1回と言わず2回3回と少しずつステップアップして、その度に全席完売、そしてグレート、また帰ってくるときにはもう一回り大きくなった僕たちをお見せしますので、皆さんご期待ください皆さん最後にいいですか、これは秘密なんですけどね、決め台詞がありまして、皆さんだけに教える決め台詞、僕が皆さんグレートしてますかって言ったら、グレートしようぜで皆さん右拳を突き上げてください。皆さんどうですか。あんまりしっくりきてないようですけど、皆さんどうですか。いきますよ皆さん、グレートしようぜ。サンキュー。もう一回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 、皆さん失敗は成功のもとですよ。いいですか皆さん、もう一度いきます。皆さんグレートしてますか。おお、拍手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 。皆さんご一緒にグレートしようぜ。ミュージック。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。お帰りは規制改造とさせていただきます。お帰りは規制改造とさせていただきます。ご自分の国でお待ちください。また本日より2週間以内に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には、速やかにご連絡よろしくお願いいたします。ご自身の来場日時や座席番号の情報をお伝えいただくか、しばらくの間はチケット発券の保管をお願いいたします。